静岡大学に在籍する先端研究者を紹介するこの番組。今回は農学部生物資源科学科植物バイオサイエンスコースの鈴木克美先生をご紹介します。研究分野は農学、生産環境農学、園芸科学としており、現在の研究テーマは施設園芸における効率的な CO2 作用技術の開発、トマトの生理障害発生に関する形態学的研究などです。静岡大学農学部生物資源科学科植物バイオサイエンスコース野菜園芸研究室の鈴木克美です。野菜園芸研究室は私と桐岩先生の2名で運営しています。我々の研究室では安心安全で品質が良い野菜をいかに安定的にたくさん生産するか研究を行っています。これまで養液栽培で野菜を生産する研究を行ってきました。以前夏フェスで紹介いただきました砂を用いた栽培方法や D トレーという 250ml の非常に小さな培地でトマトやメロンを生産する技術開発を行ってきました。これは昨年度の4年生が D トレー養液栽培で育てたメロンです。小さな培地は保水力が少なく問題点もあるように思われがちですが、溶液に対する反応がとても良く、ストレスをかけやすいこともあるため高品質野菜の生産に向いています。少量で多頻度に灌水することで培地に乾燥することなく溶水分のコントロールが可能です。このシステムは小規模に作るのにも向いているため、野菜園芸研究室の学生さんたちは自分の研究に使う溶液栽培システムを自ら作ったりしています。そのため塩ビ管を切ったりつなげたりするのもお手の物です。ポンプやフィルターなどについても詳しくなっています。私は2年前に静岡大学に採用となり、この研究室に加わりました。現在野菜園芸研究室ではこのような多くの課題に取り組んでいます。学生さんたちはこれらに関連して研究テーマを選ぶことが多いですが、独自の課題に取り組むことも可能です。これから研究の一部を紹介したいと思います。一つは CO2 作用に関する研究、もう一つはトマトの障害化に関する研究です。 CO2 二酸化炭素は温室効果ガスとして問題とされています。世界的にも削減目標が定められ、我々の社会全体で削減が求められています。発電や工業、我々が生活する上でも多くの CO2 が発生しています。一方、農業は CO2 を必要としています。植物は光のエネルギーを使って水と CO2 から糖を作ります。 CO2 を与えることは光合成を増加させるため、農業では増収のための有効な手段とされています。しかし現状、日本では灯油を燃焼させ CO2 を作る方法が一般的です。そこで今後は工業などで出た CO2 を農業で使用し、社会全体として CO2 削減を実現する、環境負荷を低減していくクリーンな社会にすることが重要です。施設園芸での CO2 作用についてもう少し詳しく説明したいと思います。日本では灯油を燃焼させ CO2 を作る方法が一般的であるため、一緒に熱も出てしまい、ハウス全体が熱くなり、温度を下げなくてはならず、窓を開け換気するため、CO2 作用は朝方の短期間しかできないという問題があります。そこで我々は、農林水産省のプロジェクトなどで、熱くならない CO2 作用方法、工業群の CO2 を利用する方法、無駄にしない局所作用方法、作物の生育に適した作用方法について研究を行っています。目指すのはハウス全体を高濃度にして CO2 がハウスから漏れ出すことをやめて、植物の周りだけ CO2 を高濃度にしてハウスから漏れ出すことを防ぐ方法です。これは静岡県で試験しているイチゴの CO2 局所作用の例です。チューブから高濃度の CO2 がやってきて、ファンで CO2 を群落内に送ります。昨年、掛川市のいちご生産者のハウスで実験を行っており、私たちの研究室もそこに出かけて、環境データなどを収集しました。じゃあ、ここの温室の説明をしていきたいと思います。ここの温室は、いちごの栽培をしているんですけど、
あのイチゴの CO2 制御をいかに効率的に行うかという研究をしています。でこちらにあの炭酸ガスのボンベがあるんですけど、ここから、まあ、この制御器で、濃度である一定濃度になると弁が開いて CO2 が出る仕組みになっているんですけど、でここにチューブがあるんですけど、あの株の間にチューブを入れることで、あの株の間だけなるべく高濃度の CO2 がいくような制御方法を今ここで、研究しています。でこのイチゴの品種はあのキラピカという、静岡県があの新たに育成した、品種で、まあ、これをあの静岡県からちょっといただいて、今あの研究しています。で、その CO2 の効果を見るのに、まあ、こちら側は局所制御している区で、で反対側ですね、向こう側はあのしていない区を作りまして、まあ、その収量を、比較することで、効果がどれだけあるかというのを、調べています。でこの辺りにいろいろこうぶら下がっているものがあるんですけど、これは、この後にここにあの水酸化ナトリウムの溶液を入れて、でそこにあの CO2 がこう溶け込んでくると、水酸化ナトリウム溶液の pH が低くなっていくんですけど、もうその低くなる程度を、見ることでこの温室内のですね、CO2 の濃度のムラを観察しようということで今実験を行っています。ということでこういろいろなところにこのあの、ボックスがぶら下がってて、るんですけど、まあ、ここに入れてその濃度を調べることでここの温室内がですねどのような CO2 濃度ムラを示すかっていうのを明らかにしようとしています。であとここらについているのはあの環境を測定するセンサーで CO2 を測るセンサーとか温湿度を測るセンサーなんかがあのぶら下がっています。でこういうのを用いて、まあ、ここのハウスの環境、まあ、および、イチゴの生育を調査することで、まあ、先ほど言いました CO2 を効率よく制御して、まあ、イチゴを品質よく増収できる技術を今開発しているところです。こちらはあの、CO2 制御、あちらから CO2 がこう流れてくるんですけど、中の、株の間には CO2 制御してないので、向こうの CO2 がこちらに影響を及ぼすんですけど、向こうの局所的にやったところとしてないところの差を見ることで局所制御の効果があるかないかっていうのを調べるための対象区になっています。次にトマトの障害化に関する研究です。これまでトマトで発生する劣化、シリグサ劣化、着色不良化など障害化に関する研究を行ってきました。障害化が発生すると収量が減少することになり生産現場では深刻な問題となっています。4年生の卒論のテーマとしてトマトの新腐れ化の発生について研究を行っています。生産現場ではあんこ化と呼ばれ、外側は正常に見えるのですが中を切ってみると中が黒く壊死した果実であり、販売した後にお客さんからクレームがあるため生産者の方々はかなり気にしている障害です。これまでこの障害は酵素との関係が指摘されてきたのですが、我々が研究を行ったところ酵素が欠乏するとこのようにトマトの上部がコルク化する果実の発生は見られましたが、新腐れ化の発生は見られませんでした。新腐れ化は秋の栽培では人為的に水を切りしおれさせた後20日から25日後に発生することが分かりました。また、果実内部を、切って形態的に観察していますと、胃管束の部分がダメージを受け壊死していることが分かりました。新腐れ化の発生についてまとめたものです。酵素欠乏によりコルク化は発生しますが新腐れ化は発生せず、酵素欠乏は新腐れ化の直接の原因ではないことが分かりました。生育が普通もしくは旺盛な状態で微量要素が少ない場合、開花20日から25日前後にストレスがかかると新腐れ化の発生がしやすくなることが分かりました。新腐れ化では胃管束周辺の組織がダメージを受けます。通常の果実より早く成熟する場合は新腐れ化である場合が多いので注意が必要です。発生を抑制するためには微量要素を不足させず
しおれなどのストレスを避けることが重要です。それでは野菜園芸研究室の学生さんたちの普段の様子をご覧ください。野菜園芸学修士1年の戸田康樹です。僕は、ここのハウスでトマトの栽培試験をしてまして、研究内容としては、トマトの収量を上げるために、施設園芸では CO2 を施用するんですけど、その CO2 を施用した時に、トマトの養分吸収がどういうふうに変わっていくのかっていうのを研究してます。ここの研究室の大変なところは植物自体の管理で、こう毎日朝昼夕方と、ハウスに来て、植物の状態をチェックして、植物が正常に生育しているかどうかっていうのを、自分でしっかり管理するのが大変なところですね。この研究室に入って良かったと思うところは、植物の管理っていうのはすごく大変なので、一人だけじゃできないので、こうみんなでこうハウスの管理をすることで、こう和気あいあいと研究室生活を過ごせるっていうところです。これから研究室を選ぶ学生さんたちにとってのメッセージは、植物の管理をするってこと自体はすごく大変なことですけど、実験室にこもってこうずっと何か実験をするよりか、フィールド外に出てこう体を動かしながら何かを栽培するっていうのが好きな人たちは、ぜひこの研究室に来ていただけるといいと思います。野菜園芸学研究室4年生佐々木です。と研究室で大変だなって思うところは、毎朝平日は朝集合があり、またこういうふうに一季物を栽培しているので、毎日の管理があるため、土日も来てりとかで、そういうところが大変なところです。この研究室に入ってよかったなって思うところは、研究室が結構企業の方や県の方とのつながりがあって、そういう方と一緒に仕事をしたり、一緒に、外に出かけて調査をしたりという機会があったり、あとこういうふうにイチゴやトマトを試験で栽培しているので、調査のために食べれたりするところがいいところだなって思います。とこの研究室は実際に自分たちで一から栽培の方、こういうベンチを作ったりとか植えたりとか、その後の管理して最後収穫するところまでを一通り勉強することができるので、そういうことに興味がある方はぜひこちらの研究室だと有意義に学生生活が送れるんじゃないでしょうか。我々の研究室では生産現場で問題となっていることをテーマにする場合が多いです。そのため生産現場にも積極的に見学に行っています。これは千葉大学の野菜園芸研究室との合同見学会の様子です。毎年企業参入により行われている大規模な生産現場から、匠の技が光るベテランの生産者のところなど、いろいろなところへ見学へ行き、多くのことを学んでいます。現在私は静岡で一人暮らしをしています。2週間に1度ぐらい週末は家族がいる、名古屋帰り、庭や家の世話をしています。実家では、飼っている犬が遊べというのでボールを投げたりして一緒に遊んでいます。学生さんに伝えたいことですが、今回は次の3点を挙げたいと思います。1番目として観察力を身につけよう、2番目に、助けてもらえる人になってほしい、3番目教養を身につけようです。仕事を行う上で幅広い教養はきっと役に立ちます。いろいろな知識を吸収し応用が効く人になってほしいと思います。教科書のようなものだけが教養を得るものではないです。今はネットやテレビ、漫画、映画などいろいろな情報が得られます。その中で本当に役に立つもの、生きていくのに必要な教養を身につけて、皆さんの今後の人生を豊かにしていってもらいたいと思います。